はい、こんにちは。栃木の高石農場です。午前中ね、あぜの草焼きました。で、今ね見てるのが、この土手ですね。道路付きの土手側、道路側の土手をちょっと見てます。で、ここはね毎年、菜の花がね、たくさん咲くところです。で、春先ね、花芽が食べられるんで、ここはもう枯らさずにね、ずっと放置してあります。どんどん増えてきてますね。今年も結構密度多いです。で、今ねちょっと花芽が出てるんで、ちょっとその紹介のために動画を撮ってます。よっこいしょ。はい。で、今年はね結構、10月11月が暖かかったんで、大きく育ってます。だから去年よりも早めに、食べられるんじゃないかな、こんな感じでね。で、これ枯れてるのは枯れ草や焼いたんでね、その炎でちょっと枯れてますが、これは病気でも何でもないんでね、下から新しい葉っぱがね再生すればもう大きな影響はないんでね、はい、病気ではないんで、自然の枯れ方っていうかね、まあ自分が枯らしたんですけどね火で炙っちゃってね。はい。じゃあ今ねちょっとカメラを固定します。よっこいしょ。よいしょ。はい。じゃあねちょっと花芽の様子をね紹介しますね。ここでよかったのかな。はい。もうちょっと大きい方がいいのかな。この左側だったよね。あ、ここですね。はい。よっこいしょ。一人でやってますんでね。あ、後で見たら全然違うところ映ってたっていうのはがっかりなんでね。はい。これがね花芽です。わかりますかね。はい。よっこいしょ。こういうね、かなり花芽上がってきてます。よし、折ってみようか。よし、折っちゃえ、折っちゃえ。まあ、1個ぐらい折ってもどうってことないんで。はい、こんな感じでね、結構花がね、もうちょっと、いくらかね、黄色く色づいてますよね。はい、そういうことで、今月末あたりになるとね、食べられるんじゃないでしょうかね、花芽ね。今今日が19日ですから、あと10日ちょっと、3月の頭くらいにはね、菜の花の花芽が食べられるのかななんてね、はい、思っております。で、今日ね午前中は曇りだったんですが、 お昼12時ちょっと前からね少し雨降っちゃいまして、今日は枯れ草を焼いてたんですが、もう下湿っちゃったんでね、終わりになっちゃいます。はい、そういうことでね、菜の花の様子でした。お付き合いありがとうございました。